30分、30分でも延長していってるけどさ。ね。いいですか ?K ジドシステムのこれはコードフォームですよ。K ジドシステムのコードフォームね。C システムはルート3度、5度、ルート3度とこう並んでるんですよ。A システムはルート5度、8度とこう並んでるんですよ。B フラットでしょ。でさっき言ったのこの E フラットね。F になって。だから K ジドって言ったら次、この E フラットまで戻るね。E フラット。で、これも違うわけ。何が違うかというと。 この E フラットがこう違うわけよね。D フラット、B フラット、A フラット、E が F になるでしょこの D がまあ E フラットになりますよね。D が E フラットになって、最終的にこれ E になるわけ。だからこの E フラットが、これ1週2週で3週3週目が、3週目がえっと E だよね。3週目 E だから、 この、A、F シャープになりますよねで4周目が B になりますよね。で13周目がこの D が E に変わるわけ。わかりました分かったねつまりケイジドシステムをその。 この軽自動システム分かってますって言うんだけど軽自動システムのこの C とか A とか G とか E とか D というこのポジションはこれはコードのフォームを覚えるだけのものでそうじゃなくてこのギターの弦6弦5弦4弦3弦2弦1弦がこの E フォームを形成してるっていうこの E フォームは一体なんでそうなってるのとこの6弦をルートにした音がこうずれていった時は なんでルート5度8度3度だからどうなるかというとこの E フォームのこれ,これがするとメジャーこの8度が下がるからメジャーセブンスになるわけね。こうすれば E7 になるわけ単7度だからね E7 になる8度がずれていくからメジャーセブンス。でこれ外れるから E7 になる。これ E いいじゃない E7 よ。ね、e。E7 になるということですよ、e。E7。この E7 ね。 でこの分かってくるとね何がこの一番いいのかちょっとこのギターの弦っていうのはこの1弦は E 音ですよね6弦と同じ音ですよねだからまあ考えなくていいですよねということは例えばこうこうこう弾いたとするじゃない Em で EmonA で Em7 で Em7Em7 っていうね長渕がたまに Em7 こう出してきますよね だって Em7 の時はここここここ弾引きますね。ここ弾引きませんよね。Em7 の時はここをこここうですね。鳴らすと音は。ということは、こうこうこう鳴らすって言った6弦も一緒だからこうこうこう鳴らすわけですよね。ね。言ってる意味分かりますまあ ?Em マじゃ、e マイナーでしょ。これじゃあ、難しいな。e マイナーで鳴らした時にですよ。 E マイナーで鳴らすのはこことこことここですよね。ってことはこことこことここですよね。ってことはここを鳴らすわけでしょ。ってことは G69 ここここにルートを持ってきた時に G6 ですよね。E マイナーと G6 でこうなりましたよね。でここをやりますよね。G6E マイナー。Em ということは e ーと G6 っていうのはメジャーとマイナーのスイッチっていうことになりますよねこことここメジャーとマイナーのスイッチねでこの e ナーというこの音ねこの e とってこの音 e ー。でこれ e ーですよ E マイナーってこうこうこうこれ E マイナーですよねこれ E マイナー7ね E マイナーにするのはこ,れこうしたら E マイナーですよなんか気づきませんあれ ?E マイナーとこれ E マイナーなんだこれ E マイナーちょっと D システムで見てみましょうね D システムはこれ D, D でしょこれこっちやりますよねこれ E でしょこやつが3度だこういうとこういうとこうと E マイナーでしょ 言ってる意味かかりますかねこれこれいいでしょ ?3 のここにあるので、E マイナー。ということは D システムはこのマイナー、どこでセスフォーになりますよねスイッチがメジャーン度を4度と入れ替えるということは、サスティンビット4コードと入れ替える、サスティンビット4コードというのは3度を4度と入れ替えるわけですよね。ということは、 一番は手っ取りりばかりここですよね D システムのこれが一番わかりやすいとこの E システムのここですよね。こいつが一番下です。こういうのセ e フ s 4です。一番下にあのこの D システムと D システムここに3度と4度の入れ替えがある。ほんで E システムもここに3度と4度の入れ替えがあるわけ。 D と E は、ね、で A システムはまあ A システムも一番下にこの3度と4度の入れ替えがあるわけですよ。ということは3度と4度のスイッチがここに一番下にあるということは E システムの場合はここにあります。A システムも一番下にあります。D システムも一番下にありますって覚えとけば。 あ、サスペンディット4ってここでスイッチが入ってんだけなんじゃんって分かりますよね。3度を4度に置き換える。つまり E、E、E と A と D システムは3度と4度のスイッチ一番下の押さえてる指だって分かりますよね。ほんでこれでもうそれで何種類かね、50種類ぐらい覚えられるでしょ。サスペンディット4。いや、サス4が分からないという人は このサイクルこの循環サイクルモードにそこに3度が来てるってことを分かってないからサスペンディッド・フォー・コードが抑えられないわけですよね分かってたらすぐな一番下に来るのをこっちずらせばね四4度だって分かりますよね簡単でしょそういうふうにあのそのこうねこう ここがここが4度だからって言うんじゃなくてもう丸ごともう全部もういっぺんに覚えてしまうとだとこでず,ずっとずらしていくだけですよね簡単でしょだからあの,このこう分かってる人が教えるとねものすごく複雑なコードが簡単になっちゃうわけですねこれ G メジャー7ですよね G メジャー7これ A メジャー7で A メジャー7っていうのはこうルートですかここでピ ピピこれ A メジャー7ね A メジャー7これも A メジャー7これも A メジャー 7, これ,ャー7これも A メジャー7ですよ、ね、だからその A メジャー7をこれを鳴らせる人はギターが上手い人ですよね なぜなら A メジャーセブン鳴らして次 B まあ B B マイナスセブンとか行ったりするんだけどこれ外して B マイナスセブン行ったりするんですけどこのライン的にこの流れの方が綺麗でしょこの A メジャーセブンのこのラインの中で B B はね B はここなんだけどここからこっちに落ちて B になるんだけど。 Bm7 ねこれ B7 これ C7 でここをこうすると C7 で C7 になった時にこれなんでセブンスかというとこのこのねこの,こ,のこの C というコードですよこの C というコードのこやつと6弦と1弦は同じでこいつはこっちに行くとセブンスでしょ c メジャーセブンス こっちに行くと C7 ですね。とこれどことこと外れてこれ C7 ですよね。わかりやすいでしょ ?C7。で、これずっと行くと A7。で、A7 はまだここもルートがこの A っていう音ですから、こう、こう、これでも A7 確定ですよね。A7。これオープンハイコード。これオープンハイコードの A ですよね。この、これはこう。 この e, e システムのルートと5度を外しただけですよね。外してこっちがルート2になり変わってこれ外して。ね。A はこうこうこうでしょ。ここ鳴らすわけですからこのそのままオープンハイコードで A で。でオープンハイコードもそのギターのコードってどれくらいあるんだってなった時にその。 ルートがどこからこれテンションがこう例えばルートこっち変えたらまた変わるわけですよねこれ同0ミだからミ,ミ,ミに付随するコードの表記に変わっちゃうんですけどそういうことはあんまりこのね関係ないわけですよ要するに2フレットと7フレット上に音歌が並ぶっていうことを覚えておけばいいわけですよ音歌が並ぶってことは0フレットと5フレットに音歌が並ぶわけでしょねだから Am これ

A A、マイナー A マイナーペンタトニック要するにこのペンタトニックスケールが弾けるのになんで A メジャースケールが弾けないのってな,なるわけですよ。3フレットずらして2フレットから始めればいいだけですよと。でこのギター理論っていうのはそのそのその虫食い状態で説明してもダメなんですよこれ全部がつながってるから。ね、でその全部のつながりが見えた人が説明すると ああなんだぐるっとこれ一周回ったんですねってこう最後にこう最後に回るわけ12フレットまででずっと回ってしまうわけだから途中をこう虫食いでいや,いやメジャーセブンこれもありますしまあこれもありますしってそのありますしありますしってこう説明していったら一体いくつあるんだってなるでしょないわけそんなには5つしかないわけだけど 5つしかないんだけどこれメジャブ7でしょ c メジャブ7なんだけどここにルートを持ってきても c メジャブ7なわけですよねでここにまあルートを持ってきても c ブ7じゃあるわけですよここにルートを持ってきてね音が消えちゃいましたけどでもこのギターのフレットでこんなの抑えられないでしょ 指が届かかないからだから指が届く最低の範囲で計算されてるのはこのこの A システムということになるわけね A システムとこの E システムというふうになるわけだからどういうコードが出てくるかというとこういうコードが出てくるこう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 というコードが出てくるわけですよ b ト B メジャー7。B メジャー7。どこう、ドゥピピピって、こと F メジャー7ね。これ F メジャー7でしょ。これそう,うね、これ E メジャー7。これ E メジャー7。あ、なんか E メジャー7ってなんかありましたねってなるでしょ。これ、つまり何が言いたいかというと、この E システム、この E システムね。E システムというのはこ、これ,これが E。 これが E いいシステムでしょこれ E いいシステム。E システムのこれはもう6弦と1弦同じだからここ外して、こやつ、真ん中がね、真ん中が1オクターブ上だけど、こやつをこっちにずらせばメジャーセブンスでしょで、これは5度だから5度外すわけです。和音の構成に5度いらないから外す。そうすると、こういう音の並びが出てくる。ジャズでよく使うね。 ジャズで使うのは6弦と5弦ですからねだからどうなるかと,いうと C メジャーセブンス C メジャーセブンスこの C メジャーセブンスに対してこれ4度進行で FG に行きますよねこう来てまあ C からいったらこんな4度進行は F よねこれルートは f よ F7 になって外して F7 にして 2度上げて G7 ですよね。C という音があるでしょ ?C メジャーセブンス C メジャーセブンス C メジャーセブン h C ね。C メジャーセブン, C C セブンから C、D、E、F で4度進行でサブドミナントの F。このルートを F にして、これセブンスにして、F7 にして、F7 ね。あれは、F7 はどういうの こう,いうかこうかそして G に行くとで G7 で行くんだけど緊張テンションかけなきゃいけないからこの合同を省略して合同を13にかけてね G13 な緊張その安定不安定緊張安定って戻していくわけですから え不安定がサブドミナント緊張がドミナント5度ですよねで13もうテンパってテンパって14はないわけですから13までね5度のこれが5度1オクターブでしょなんで1オクターブかちょっとこの CC でしょこの C っていう音はこことここ1オクターブですね5でこうすねこうやってここ G ですよね 1> 1オクターブこの1オクターブの音がこっちに行けばね G のこの G の音このこれ1オクターブでこっちねちょっとこっちやって G 出てこないのかな GG7SFG7SF G はやらないか まあい、いこれ G7 でね。G7 とは、ここがセブンスですよ。単7度。これがメジャー7度。これ単7度。メジャー7度。で、これで G セス4 G。G セス4になるのは、こっちから3度が4度に行くからですね。これ G でしょ。これ4度。だから、このこの E システムというのは、ここにスイッチがあるってことね。4つ。ルート583と。 そうなっても簡単でねこ。で、今度、ここをずれてこれして、これ G メジャー7。で、ここが1オクターブ、うね。ソーラー、シード、レミファースト、こう1オクターブ、ここからここが1オクターブですから、ここで,でここもここも1オクターブですから、こうこうこうきて、ここで G メジャー7。外して、こう G メジャー7。ね。まあ、こう G メジャー7。で、G メジャー7、このメジャー7の、えー、 この D システムのこ,こやつがこうすると D メジャー7でしょ ?D メジャー7もそのまま上がっていくから G メジャー7ですよね。これがここが5、ここが8、5度、8度、3度ですかとセス4になりますよね。これ G メジャー7。これは軽自動システムで覚えるコード表記ですよ。だけど EADGC サイクルモードでいけば この循環サイクルモードでいけばこの6弦から1弦までがぐる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 回ってって回ってって回ってって12フレットまでいったらここで1個下がるんですよ。ねそれがさっきのこのこの A ですよ形実システムのフォームフォームの話ですよ。だからこれ分かってくると俺はあれが弾けるとかさこれが弾けるとか威張ってる人たちというのはその。 ギターを愛してるんではなくて単に目立ちたいだけじゃないのかなと思うわけねまあ若いからしょうがないですよでも本当にギターが好きだったらこう何て言うのギターをこう分かってない人にギターっていう楽器はこんな風になってんだけど分かってるってこう教えたくなり,なりませんかねまあ僕の場合は あまりにも嘘書いてある本を読みすぎたんで、なんでこのねヤマハとか KMP とかドレミとかこの嘘ばっかり書いてるんだって、<laughs> 本当に思って、頭に来たわけね、もう本当に。で、この軽自動システムのこのねこの EADGC サイクルオード、これ C と F と G とこれ4度進行、5度進行でしょ。F で B、4度進行、5度進行でしょ。 まあシャープがどっちにもあるから C は平行調 AmF は Dm が平行調 Bb は Gm が平行調ってなった時に、ね、G は Em が平行調ってね分かんないでしょ、ね、平行調がどこにあるかってだから D システム C システム、まあ、D ででしょ C システムでずっと上げてこの G まで行きまし、ね、うねこれが G, G でしょこ,れこ,こっち行こうでしこれルーツとかでしょ Em 平行調でしょ <music> これ A マイナーまで下げてこいつがこっちに上がったら C でしょ言ってる意味分かります平行調を探すのにこうやつが6度に行くだけだから C6 平行調これ A マイナーねこれ A マイナー C とこれ平行調でしょだからさっきのこのサークルオブヒクスの C の平行調 A マイナ G の平行調 A マイナじゃあ D の平行調 B マイナーね D の平行調これ D ですよ D の平行調 B マイナーかっていうと D の平行調 D の平行調ねこやつがこっち行くってこやつがこっち戻るんでしょ ?Bm でしょ ?D の平行調は D の平行調は Bm。ということであればえ本当ですかってなっちゃうけどそうやってポン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 ,ポンこうじゃあ F シャーえっと、F、まあ B, B えっとこれどこでもいいね A の平行調は F シャープマイナーね A の平行調は F シャープマイナー A の平行調。

ラー、ラー、シー、どこか、これ、異端帳ですからね。波長長はこの、層まで。波、ニー方、平、とまで。で、これ、ね。ということですよね。だから、サークルオブフィフス、この、サークルオブフィフスが、これが C が A マイナー、平行長が分かるということは、ケージドシステムの、その、入り口のスイッチが見えるということだから、スイッチが見えたら、ね、 要するに、あの和音というのは三和音ですかね。ルート三度、五度で和音。それ以上の音になったら、今度キーが上がっちゃいますから。A マイナーに行くわけですょ。一六二五で C で鳴らしといて、これ、あの音が入ってきたらもう A マイナーにんで、ヒーね。そして次はもまあ、D マイナー行ったり、この E マイナー行ったり。するわけですよね。一六二五でね。 えこのギターフレットというのはこの EADGB この B ねこの B がここに2だからあの E も A も D も本当にあの何ていうのギターのね弦をねこの,このこの軽自動システムのこの軽自動システムでこ,これ C システムが次のこれね軽自動 A 車これ軽自動システムの動きですよ。これちょっと難しいかな。 どこがいいかなまあ要はこういうことこれちょっと見えないけどね要するに123もうちょっと1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2パターンあるんですこれ,これこれを覚えてしまえばもうフレーズはもう終わりってことねケージとシステムねまあこのギターのねこの フレットがこの EADGC この EADGBE ってなってるでしょでこの2弦のこの B 音要するにこの2弦の B 音ってここよね2弦の B 音っていうのは 8, 8フレットあの7フレットのここですよ B ねで面白いことにこのこの,この B 音これが12周回ってきてこうなったですね 12週っていうのはこの E からスタートして A に行って次に D に行って次に G に行ってって言ってまたまた1個このね E がもう一回上がりましたよねで今度なまたこの B この A ってこうやってこうこれ12週でしょで13週目に D になった時にこれ D になった時ですよ 外れてこれが D になった時にえこれちょっと D にならないなこの D がこのこれ,これ、ね、D シャでここで E になりますよねつまり軽自動のこの E というこの D システムにの E システムが13周目で D シスこの こののモードシステムに変わでまたこれがぐるぐる回ってったら次なんと C システムに変わるわけですよ。で、これまたぐる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 このだから横に見るんじゃなくて縦にぐる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 回ってるってって見抜けたら今度はこれが A モードに変わっていくわけですね。E というこの A。とこで E マイナー。とこで E7 ですよ。でもこれも E7 ですよね。これも E7 ですよ。 これは A システムのセブンスですよ。だからコードが分からないっていうことはなくなってくるわけでしょ。なんだそのポジション。だけどコードが分からない、コードがもうその600とか2800とかあってもあ、もう簡単に分かるようになってくるわけねで。ギターコードブックって言ったら300とか600とかコード載ってるでしょ。 ほんだん見なくていいわけの簡単じゃんってなるわけね。ギターのコードブックなんてその見なくていいですよってなっちゃうわけね。で E7 はこうやって弾く人はあんまりいませんよね。だいたいこれで終わりですよ。ただこれやるとその音がダラ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 開放弦がつながるからその E7 をまあそのさっき言ったようなこのねこの この E セブンであの弾く人が多い。まあジャズっぽくなりますけどね。まあ E セブンまあこれで弾いてもいいんですよ。E セブンこれこれい、e、いメジャーセブンになりますね。でもギターの場合は開放弦をいっぱい鳴らした方がこうベース音が響く。まあこれでもいいですよね。E セブンで。となってくるといかにその EADGC サイクルモードを覚えた方が軽自動システムだけじゃダメですよ軽時動システムだけこういやこうそうやって訓うになってこうやってそう,でそうで満足してる人があまりにもでもそれには続きがあるわけねこの EADGC サイクルモードとこれがガチャコになった時に初めてこの今言ったこれねこのこの並びが見えてくるわけ。 C、D、e、Em。これ、あの、ダイアトニックコードね。C から1番。で、これ、この1番と4番と5番。これが、これがもう基本ですかね。1、6、2、5、1、6、6番、Am。C、Am。2、Dm と F ね。これ、Dm と F。G のことを2、5っというね。これ、2、5モーション。マイナー7と G7 の2、5、ブ t h モーションというね。ダイアトニックコードですけど、この C、ド、レ、ミ、ファ、ソーラー、シード。で、これね、並べるときに、 このこう横に並べると分か,り分かりづらいんですよね。こう縦に並べた方がいいんですよねちょっと出てこないか。ちょっとまだいろいろあるんですけどねもう言いたいこと山ほどあるんですけどのあのギターね弾いててね若い人がかっこつけて弾くのはいいと思うんですよ。ね理論が分からない人がもう適当にやってるんだ。でもねもう40過ぎたらもうさすがにねあの格好だけではダメだと思うのね。 40過ぎてねあのギターが弾けるっていうのはやっぱりこう理論をねある程度分かってないとねおじちゃん教えてって言ってきて「いや分かんねな,なんとなくこうやって弾けばいいんだよ」とか言ってる人がいるんだけど僕的にはねもうなんかねもう悲しくなるわけよね。あのこのねダイアトニックコードっていうのはまあ全部で17とかこういろいろあるんだけど。 ちょっっと待ってねどこ,で見えないかこれまあダイアトニックコードのねコード表なんですけどまあこあれあるよね1625とかで4番と5番4番はサブドミナント5番トニックだからジャズは2あの45145だからね要するにそのメジャー進行するわけですねマイナーコードあんま使わないわけですねマイナーコード使ってもいいのにマイナーメジャーセブンスコードっていうのもあるわけですから でも大体メジャーセブンスコードを入れてテンションかけて13かけてビシッとこうやるのがジャズのいいとこですからね。で長渕のギターテクニック講座で、まあ、C と G ポジションはね初期の。でまあステイドリーム以降は A ポジションになってきますね。で A ポジションの A メジャーとこのねこのこのこのねもう12345123こ,これしかないわけ。でこ,これを見た時に うん、これペンタトニックスケールですよね5フレットのね A マイナーペンタトニックスケールペンタトニックって5音コントロールですからあの実際はあれよこのマイナーペンタからこうこパッシングノートとかこの入るのよだからこれね B 音と F がないでしょ F と B がないでしょだから2音抜けますよねで5音ですよねだから5音コントロール